皆さんこんにちは。6月26日のリビングライフの時間です。ラブソナタ東京2017までちょうど1ヶ月前であります。この首都圏日本のリバイバルのために、私たちがさらに御言葉と聖霊に満たされて祈っていきたいと思います。そのためにも今日神様が私たちに語られておられる御言葉に耳を傾けていきたいと思います。民数記の20章1節から13節の御言葉ですけれども、イスラエル人の全回収が本当でしたら40日で約束の地に入ることができたのに、神様の御言葉に聞き従わないためになんと40年間も荒野でさまよいます。そして40年目にこの珍の荒野に戻ってきて、それだけではなくてリーダーの一人ミリアムが死んでしまいます。このような厳しい状況の中でイスラエルの全回収は神に戻ったのでしょうか。何が起こったか、まずその部分を御言葉を聞いて黙想していきましょう。民数記20章1節から13節。イスラエル人の全回収は第一の月に珍の荒野に着いた。そこで民はガデシュにとどまった。ミリアムはそこで死んで葬られた。ところが回収のためには水がなかったので、彼らは集まってモーセとアロンとに逆らった。民はモーセと争って言った。ああ、私たちの兄弟たちが主の前で死んだとき、私たちも死んでいたのなら、なぜあなた方は主の集会をこの荒野に引き入れて、私たちと私たちの家畜をここで死なせようとするのか。なぜあなた方は私たちをエジプトから登らせて、この悪いところに引き入れたのか。ここは穀物もイチジクもブドウもザクロも育つようなところではない。その上飲み水さえない。モーセとアロンは集会の前から去り、会見の天幕の入り口に行ってひれ伏した。すると主の栄光が彼らに現れた。主はモーセに告げて仰せられた。杖を取れ、あなたとあなたの兄弟アロンは回収を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば岩は水を出す。あなたは彼らのために岩から水を出し、回収とその家畜に飲ませよ。そこでモーセは主が彼に命じられた通りに主の前から杖を取った。そしてモーセとアロンは岩の前に集会を召集して彼らに言った。逆らう者たちよ、さあ聞け。この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。モーセは手を挙げ、彼の杖で岩を二度打った。するとたくさんの水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだ。しかし主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信ぜず、私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。これがメリバの水、イスラエル人が主と争ったことによるもので、主がこれによってご自身を聖なるものとして示されたのである。まず一節の御言葉をもう一度読みたいと思います。イスラエル人の全回収は第一の月に珍の荒野に着いた。そこで民はカデシュにとどまった。ミリアムはそこで死んで葬られた。
この民数記の20章は荒野の40年の旅の最後の部分であります。40年間彼らはさまよい、そしてもう一度ティンの荒野カデシュに戻ってきました。相当疲れ果てていたことでしょう。あるものは希望を失っていたことでしょう。その中でミリアムは天に帰りました。この悲しみの中で人々は喪に服さなければいけないのに、ある事件が起こりました。2節です。ところが回収のためには水がなかったので、彼らは集まってモーセとアロンとに逆らった。ミリアムが死んだばかりなのに、彼らはモーセやアロンの心を考えることなく、自分たちの水がないので、それに対して不平を漏らし始めた。どのように彼らは言ったのでしょうか。3節から5節を見るときに、まずはじめに自分たちの兄弟たちが主に逆らって殺されたとき、自分たちも死んでいればよかった、そのようなひどい表現をします。ミリアムが死んだばかりです。死というのが非常に敏感なその瞬間に、彼らは平気でそのようなことを言っています。4節は、自分たちが主の集会という表現を持って自分たちのことを表しています。自分たちが主の集会で、まるでモーセとアロンは主の集会ではないような、そのような高ぶった言葉であります。主の集会をこの荒野にあなたたちは引き入れ、私たちと私たちの家畜をここで死なせようとするのか、という厳しい言葉です。5節、なぜあなた方は私たちをエジプトから登らせてこの悪いところに引き入れたのか。エジプトの方がもっと良かったという表現であります。ここは穀物もイチジクもブドウもザクロも育つようなところではない。その上、飲み水さえない。これもない、あれもない、これもダメだ、という表現であります。私たちも主の恵みによって、そして多くの人々の愛と、そして恵みの祈りによって救われ、教会生活をしていますけれども、一歩間違えればその恵みを忘れ、これもない、これも足りない、このうちらの教会はこれがダメだと批判ばかりしているような状況に陥ってしまう可能性が多くあるということであります。そのような時にモーセとアロンはどうしたのでしょうか。6節です。モーセとアロンは集会の前から去り、会見の天幕の入り口に行ってひれ伏した。すると主の栄光が彼らに現れた。集会、共同体、礼拝、教会、すべて大切ですけれども、問題がない教会は一つもありません。問題が起こった時に何をするかが大切です。モーセとアロンはその人々の中から離れて主の前に出ていきます。祈る人が神の教会ではリーダーであります。祈る人を神様は用いられるということであります。教会の中で、また仕事場で、家の中で問題が起こるときに、私たちはつぶやかず主の前に出ていきましょう。そしてここで見れるのは、モーセはアロンがいて、そしてアロンにはモーセがいたということであります。私たちも一人で戦う時もありますけれども、ぜひ祈りの友が与えられるように祈っていきましょう。問題を分かち合い、共に泣き、共に喜び、そして共に祈れることができる人がいるということは、何という力でしょうか。その時に主の栄光が彼らに現れ、そして主がモーセに語られました。何と仰せられたのでしょうか。8節です。杖を取れ、杖を取りなさいです。杖とは神の権威であり、神の御言葉であります。あなたとあなたの兄弟アロンは回収を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば、岩は水を出す。あなたは彼らのために岩から水を出し、回収とその家畜に飲ませよ。祈る人がリーダーだと言いました。そして
神様の杖、神様の御言葉を委ねられた人がまた神の国のリーダーであります。私たちが自分の考えでは、また人の知恵では答えが見出せないときに、答えは神様の御言葉にあるということです。神様ご自身が岩から水を出そう、そして彼らに飲ませようと私たちの主は語られました。9節、そこでモーセは主が彼に命じられた通りに主の前から杖を取った。主の前から私たちは答えをいただくとき、御言葉をいただくとき、それ以上の力はないということであります。10節、そしてモーセとアロンは岩の前に集会を召集して、彼らに言った。逆らう者たちよ、さあ聞け。この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。そして11節を見ると、モーセは手を挙げ、彼の杖で岩を二度打った。するとたくさんの水が湧き出たので、海州もその家畜も飲んだと書いてあります。たくさんの水が湧き出たと書いてあるので、相当の水がその岩から噴き出したのでしょう。そうです、私たちの目には荒野であり砂漠であり水がないように見えますが、全知全能なる神様にとって不可能なことは一つもありません。今日問題がある人がいるでしょうか。道がないと嘆いている人がいるでしょうか。祈りましょう。そして神様が何をおっしゃっているか、まず聞きましょう。そのように水を飲むんですけれども、12節は大切な御言葉です。私たちすべてのクリスチャンが肝に銘じなければいけない御言葉です。しかし主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信ぜず、私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできないと厳しい言葉が語られます。神様が命じなさいとおっしゃったのに、モーセは怒りに任せてその杖で岩を二度打ってしまった。小さい不従順でありますが、神様にとっては大きな計画の間違いでした。神様は怒りではなく恵みを持って私たちに水を与えてくださる方であります。情熱も知識も経験も大切ですが、神様が今日も今もこの瞬間も日々私たちに求めておられるのは、神様の御言葉に純粋に従うことであります。それは何ででしょうか。13節を見ると、主がこれによってご自身を聖なるものとして示されたのであると書かれています。神様が求めておられるのは愛、喜び、平安、すべて大切ですが、神様が栄光を受け、聖なる神様の御名が汚されないためであります。今の時代、私たちに生ける水が約束されています。そしてそれによって神様が聖なる御業をされます。ヨハネの7章37節38節にこうあります。さて祭りの終わりの日の大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになると、イエス様は約束してくださいました。この時代に与えられる聖霊のことであります。今日渇いている人がいるでしょうか。不平を漏らしたい、憤りがあるという人がいるでしょうか。聖霊様を慕い求めましょう。イエス様が生ける水の川を与えてくださいます。神様がくださった今までの恵みを忘れ、不平や憤りがありますか。今日何を聖なる神様に委ねなければなりませんか。
不平や憤りを捨てるとき神の栄光を見ますというタイトルで今日私たちは黙想しました。不平や憤りを捨てるだけではなく、感謝と賛美を持って主に栄光を期していきましょう。今日もそして今週も賛美で私たちの人生を満たしていきたいと思います。一言お祈りいたします。全能なる父なる神様、私たちは荒野をさまようイスラエルの民と変わりないものであります。しかし今イエス様が聖霊を私たちに注いでくださり、生ける水の川があふれ流れ、感謝と喜びがあふれる人生となり、日本の教会、世界の教会となっていくことができますように、私たちを導いてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。